ちょっと待って。分かっちゃった。皆さん、本物のヒデオが分かっちゃいました。一発目で俺何もしなくても分かっちゃった。君でしょ。君しかいないよ。本物のヒデオは。だって、足見て足見てこれ、ほら。全然違うから。ほら。おかしいんだよ、一人だけ。今からね。ヒデオくんの本物を当てるゲームをしようかなって思ってるんだけどさ。分かっちゃったんよ。ちょっと確認だけしてみるわ。確認だけ。ああ、やっぱ本物だ。本物のヒデオさんだ。じゃあ、一人目のヒデオくんから面接に来てください。一人目。お、こんにちは。こんにちは、ヒデオくん。君は本物のヒデオくんだと自分で思っていますか？思ってる。どっちだ？思ってる。なるほど。元気がいいですね、一人目のヒデオは。それでは、二人目のヒデオくん、面接へ来てください。お、来てくれましたね。こんにちは。こんにちは。こんにちは。礼儀が正しいのかな？深くお辞儀してくれてますね。君は特技があるかい？ある？何？おー！歌うことかな？でも、ちょっとしたヒデオっぽさがあったな。君はアサリは好きかい？好きなんだ。本当かな？後ろにあるのはアサリだけど、本当に好きなら取るよね？好きじゃないのかな？本当は。わかった。ありがとう。二人目のヒデオ。ああ遅い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 。わかった。わかった。アサリ好きなのはわかった。それでは三人目のヒデオくん、どうぞ。ちょっとなんか、二人来たんだ。二人来た。ちょっと待って。君は、ヒデオくんかな？本物の。さっきの人は誰かな？君は好きな人とかいるの？好きな人。恋はしてるか？これ聞かない方が良かったな。落ち込んでますね。あんまり聞かない方が良かったワードだったね。ごめんね。それでは、なんか悪い気がするから、帰っていいよ。ありがとう。ごめんね。傷つけただけだ。ありがとう。それでは最後のヒデオくん、こちらへ、どうぞ。4人目がやってまいります。もうね、入り方がヒデオくんだわ。その、よ、なんかこっち向いて入ってくる。おー、俺も知ってるヒデオくんだ。ヒデオくん、足だけが違うのかなと思ったら、服も違う。なんか軍手みたいのつけてる。めちゃくちゃダサい。君は好きなこととか、得意なこととか、なんかあるのかな？本物のヒデオくんは。鎌かけたら、本物って言ってる。ああ、なんかできるっぽいですね。何ができるんだい？あ、アサリに擬態してる。今、アサリに擬態してたな。アサリ増やしてきた。アサリの中に隠れるのが特技なのか。あ、そうなんだ。これヒデオくんだ。これヒデオくんだな。やっぱり倒してみるか。うれうれ。ああ本物のヒデオさんだった。なんか近づいてくる。あ、行き止まりだ。危ない危ない危ない。ヒデオくん、それなんだ？なんか近づいてくる。怖い怖い怖い。助けて。助けて。助けて。なんか近づいてくる。ほら、なんか来た。ほら。ほら、危ない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 。
危ない危ない。ちょっと危ない危ない。本当に危ない。死ぬって。危ないな。危ないな。あ、落ちた。うまーい。うまい。うまー。わかんないよ、これ。わかんないよ。わかるのか？ヒリウ君の本物。頑張って見分けつかないと思うけど。頑張って探してる。どれが本物か。どれがさ、本物か、探しております。男の子。後ろからも前からも。パッと見第一印象どれだと思う？パッと見。第一印象誰だ？あ、この子？一番端の子？一番端の子っぽいですね。なるほど。ひでおくん、特技タイム始まりました。どれが本物か。煽りがいるぞ。どれが本物か、当てられますか？男の子。第一印象は今煽ってる一番右のイカちゃんだったと思いますが、ちなみに俺はこの子だと思います。俺はこの子だと思っております。ゆうくん脅してるぞ。一匹脅してる。ゆうくんが一匹脅してる。逃げてる逃げてる。ちなみに、俺の候補だわ。俺の候補のひでおが脅してる。で、男の子、ひでおくんだと思う人に、攻撃してください。倒しちゃってください。脅されてた言い方。これ変わったな。脅されてた、しかもチャージ&線を避けてる。おお、やっぱり本物だった。脅しが効いたな。